17回目の冬がやってきた。みかんの白い部分取ってから食べる人っていうか取る理由がないよね。白い部分って栄養があるらしいよ。つくづく暇だなお前ら。季節は冬から春へ。相変わらずの毎日だけど新たな出会いも待ってるはず。きっと何年経っても僕たちはこうして笑い合ってると思うんだ。君と僕に4月2日放送スタート。